ぼっちゃん、おはよう。はい、鍵だけお願い。ありがとうございました。周辺観光できたらと思ったんですけど、はいはい、なんかいいとこありますかね。ですね、京都ニセコであれば、はい、あ、今日何か金曜日か、一応ワンちゃん連れてけるカフェなんかはあります。いや、よかったね、ここのホテルは。よかったね。オーナーさんたちもなんか犬好きだから優しくしてくださって、ベルギー人の方が多いなって言ってた。おはようございます、おまさんです。まあ、本日チェックアウトということで、スノードッグビレッジにお世話になりました。2日間、夏は犬と一緒に、サップとかラフティングができるみたいなので、まあ、また機会があればここニセコに訪れたいと思います。すごくいいホテルでした。いいコテージか。ニセコはちょっと雪の量は桁違いですよ。見てください、雪の量。埋まりますね。埋まるね。ここはちょっと雪の量がおかしいです。こっち高いしね。もはや私たちより高い。また来たいと思います。倉島牛乳、倉島 3.7 牛乳。もうパッケージが可愛いよね、この白、赤、青の。うん、俺小学校の時その牛乳飲んでたかもしれない。違ったっけな、忘れた。へえ。ワンちゃんいる。君看板犬？かわいいな。君かわいい。かわいいね。これカラフト犬じゃない？そうなの。寒さに超強いやつ。ちょっとさ、ボーちゃんと顔似てる。似てる。似てるよ、似てる。ボーと顔似てる。ボーと似てるわ。ザパウダーか。あ、ここに出る。じゃあコーヒーをテイクアウトしに行きます。君たち可愛いわ、おとなしくて。これコーヒーと思えんくらいのフルーティーさなんだけど、やっぱあれなんじゃない、サードウェーブみたいな。あのすごい、全然違うもんね。もうフルーティーの極みだよ。あ、そうすごいよ。私コーヒーじゃないみたいだもん、これ初めて。初めて、めっちゃフルーティー。何これ、ちょっと飲んでみたい。すげえ。なんかオーストラリアのコーヒーとか言っとったよね、これ初めてな、これ飲む、うん、ね、ロングブラック。え、すごいね。え、すごいよね。なんか東京都内で飲んだコーヒーって結構サードウェーブ推しなのが多いけど、うん、それと全然違う感じがするけど俺。え、違うよね、もう別物だよね、うん、これすごいよ。コーヒーみたいな感じじゃないよね。深みがあるよね。でも結構なんか美味しい、フルーティーだ本当にね。専念した子なんていう名前、ポーバル、ポーポーバルコーヒー。ポーバル、ちょっとポーバルコーヒーめっちゃうまいです。うまいね。あなたエスプレッソ飲んでみてよ。うん、そうね。うん。あ、すげえ。すげえ。すげえ。めっちゃフルーティー、香りやば。いや、これすごいわ。あ、そう。あそこのコーヒー、いや、やばいわ。やばいか。めっちゃ豆こだわってる多分。なんかエスプレッソの概念変わる。あ、そう。飲んでみたい。これちょっと飲んだ方がいいよ。飲むわ。エスプレッソ得意じゃない人でも。うん。やばくない？口の中になんかこうフルーツが全部拡散するんだけど。え？え？俺も結構衝撃なんだけど。えと思って。濃さが半端ない。
でもなんか苦味じゃないそのフルーティーな酸味のそうフーッが苦くないんだけどめっちゃフルーティーなあれが口の中全体に広がってすごいなんか今やばーってなるよね。うん、一口目の飲む量間違えたと思ったもん。とニセコに来た際は絶対にここ来た方がいいわ。コーヒー好きはぜひ、うん、コーヒー好きじゃないと思う来たらちょっとびっくりすると思う、うん、これはいいわ。あの店内も結構ねすごいおしゃれだしなんか、ね、オーストラリアの人が多いのか分かんないけどオーストラリアのコーヒーを出してるみたいな感じだってそうなんか海外あそこの店内入った時に海外の留学してた時を思い出すくらいのなんかこう匂いがあったの。ああそうねスパイシーだね。酸味はそんなに得意じゃないんですけどコーヒー、うん、これマジ美味しい。うまいね。いい酸味ってのが分かるね、うん、これね。ということでぜひポーバルポーバルコーヒーポーバルコーヒーカフェイエイ来てみてください。来てみてくださいぜひ行った際はぜひつけ Spin me around and around Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down。 はい切りかかっちゃったけど、羊蹄山ね、すごいさっきめっちゃ綺麗に見えてたよね。 あれすごいね、羊蹄山、うん、こう綺麗なこうだもん。そうだね、山って感じ、うんうん、北の蝦夷富士と呼ばれてる。大山と似てるかもしれない。そうだね、西の富士山から北の富士山に来ましたね。蹄山も綺麗だね。綺麗だったわ。雪の感じが綺麗、うん、木に雪がかかってる感じ、うん。じゃあ、小樽に行きます。はい、小樽運河見に行きましょう。ニセコさようなら。さようなら、ニセコ、ありがとう。鳥取に欲しい。鳥取に出店欲してほしい。めっちゃうまい。ここのラーメン結構俺世界一うまいと思ってる。いや美味しいね、うん、珍しい味ではないじゃん、うん、でもなんかそれがすっごい美味しい。そうめっちゃうまい。このチャーハンセット塩、うん、見てこれミルキーソフトクリームとヨーグルトシェイク、ジャージー牛乳です。北海道上陸して初めてのソフトクリームかもしれない。そうだね、今回の旅なかなか食べれんかったけど、ね、あ、コクがあるね。コクがありますか。弾力もすごいよ。あ、弾力なんだ、すごいよ。すごい、なんか弾力がある。へぇー。無事、広島空港に到着しました。はい、はい、ここから3時間半かけて鳥取に帰りたいと思いますまあ今回札幌に久しぶりに帰省したんですけど、かなり良かったです。これから生きる上で何かきっかけになる旅だった気がします。またニセコの地も訪れたいと思うので来年の冬行きたいと思います。ではこの辺で動画は終わりたいと思います。北海道旅行の旅でした。ではまた次の動画で、バイバイ。